トヨタ自動車 OB 会。社会人野球の名門トヨタ自動車の OB、 伝説の精密機械吉見和樹、タフネスウーアン祖父江大輔、奥義の要木下拓也、この3人がぶっちゃけトークを展開するスペシャル企画。まあ、オフシーズンでこう行っていることってあります？キックボクシングを。足上がるの？足本当に上がらなかったんですけど、今、まあ、足短いっていうのそういうですよ、そういう意味じゃないですよ。足は胸の位置まであまり切れなかったんですけど、人の頭の位置ぐらいまで足上がるようになって。ということで最初のテーマはここがすごいトヨタ自動車。じゃまず祖父江投手からいきますか。はい、はい、人。これ丸は何か意味あるの？一応なんかこれだけ書いておくとなんか猫の鼻かなと思われる。あ、そっから字だよ。イラストはね、はい、始まる、ね、イラストなんか始まるんじゃないかなと思う、はい、丸書いておきました。なるほど、人です。どういうことですか？面倒見がいいっていうか、先輩は、ね、後輩もすごい先輩慕ってくれるし、まあ一部の木下みたいなの抜いてですいろいろ怒られたりもしましたけど、やっぱり今でも生きてますし。それがトヨタ自動車に行って良かったと思います？絶対良かったってもう自信持って言えます。もうあのままもしプロに入ることができてたら、多分ここまではできてないのかなとは思ってますね。今のね、大学生ってやっぱすぐ行きたい、うん、でもすごくこう遠回りじゃないっていうことを伝えたいんです、うん、僕には。じゃあ伝えてください。そう思いますざっくりじゃあヤス。ありがとうございます。ここでね、仕事生まれないヤス。はい、賃金です。賃金、賃金、賃金言いたいだろ、まあ、給料の話、まあ、給料っていうとトヨタマンらしくないんで、まあ、当時の部長だった方にその退職まで働いたらこれぐらいの生涯賃金だと。3億やったっけ？そうです。お前はプロでこんだけ稼げるのかっていう、そういう話をして、うんうんうん、3億稼ぐってやっぱすごいなっていう。稼いだでしょ？稼いでないです。稼いでない。稼いでるでしょ？稼いでない。一本乗ったよって毎回僕に自慢して毎回自慢してくるんですけど。よくないです。続いてのテーマは2022年最高&最悪だったこと。祖父江投手の最高だったことは400試合登板。やっぱりそこって目標になる？いや、してなかったですね。前の 日ぐらいだったですね。あ、谷本さんが500試合登板したんですよ。僕自分の400試合登板知らなくて、なんかピンチを抑えたかなんかでお立ち台に上がるぐらいの活躍して、あ、本当だと思ってでもいや、前の日に500試合登板の後に400試合ちょっと言いますよな、肩が狭いような、まあそれ目指して頑張りますみたいな感じでしたね、次はじゃあ木下。はい、それ何のファン投票？あ、救援です。救援、あ、オールスター、オールスター、あ、巷ではオールスターかもしれないですけど、もう出ちゃったので僕も救援って言ってるんですけど、オールスターから帰ってきたら使った道具とかを僕のロッカーにやばいなそれ、ね、いや欲しいかな、ね、僕朝フラーっと来てなんだこれと思って見たら、なんかパンフレットとかも置いてあるんですよ。でパッて見たら目があったんですよ。ソブさん出たことないっしょみたいな、お土産っすとか言って仲いいやな。仲良くないですよ一方最悪だったことはコロナ感染、満塁ホームランと回答。東京ドームで中田翔選手に満塁ホームランを打たれたんですよ。もう一気に5点取られて、いや僕ちょうどコロナだったんですよ、はい、僕は家で見ててやってんなって思ったんですけどそれでなんかガッと症状出ました。僕無症状だったあれじゃないの、出た際フォークとかじゃない、違う。苦手ながらフォーク投げようって意思が一昨年もあったんですよ。で僕がいじってたんですよ。そんな落ちないフォーク去年は自分の記憶からフォークを消してましたフォーク投げないんですかって言ったら、今年は投げんって言いながら、えーと思って鼻毛めっちゃ。続きは来週のサンドラでだと思うでしょ。俺ちゃんと見たんだよ見たら確実に鼻毛です